前回は徳川綱吉新井白石による財政の立て直しと百姓一揆や打ち壊しについて見ていきました。今回は財政難が続く中で行われた様々な改革についてお話ししていきます。新井白石の正徳の地以降も財政難が続く中、1716年に8代将軍となった徳川吉宗は政治経済の改革に臨みました。吉宗は財政難の原因が収入よりも支出が多いことにあると判断し、収入を増やすために年貢の増加に、支出を減らすために質素倹約にそれぞれ努めました。年貢を増やすためにさらなる新田開発を進めたほか、大名の参勤交代による江戸での滞在期間も1年から半年にする代わりに、米を献上させる揚げ米の制を実施しました。また米の値段を安定させるために年貢率を豊作不作によらず一定とする上面法が出されました。こうして米を重視し米の値段調整に努めた吉宗は米将軍や米公方と呼ばれるようになります。支出を減らすために旗本御家人ら武士たちに質素倹約を命じ、吉宗自身も倹約に努めました。その他江戸に目安箱を設置し民衆の意見を取り入れたり、富士型を定め書きを制定し裁判の基準を定めたり、それまで禁じられていた洋書の輸入を一部許可するなどの改革を進めました。この一連の改革を享保の改革と言います。享保の改革で一時的に幕府の財政は良くなったものの、凶作や享保の基金に苛まれ、米の価格が急上昇し百姓一揆や打ち壊しが起こりました。江戸で初の打ち壊しが行われたのもこの時です。この時代は度重なる飢饉に苦しめられました。これを救うために吉宗にオランダ語の学習を命じられ、蘭学者となった沖昆陽が天候の影響を受けにくく痩せた土地でも育つ甘薯の栽培方法を研究し日本で普及させました。吉宗の治世からしばらく経ち、10代将軍徳川家春の時代に老中の地位にあった田沼意次が財政難に立ち向かいました。田沼は農産物である年貢ではなく商工業者たちに目をつけました。株仲間の結成を奨励し営業税を納めさせることで収入の増加を目論んだのです。また長崎貿易における日本からの輸出品を銅や俵物にすることで金や銀の流入も狙いました。さらには蝦夷地の開拓も計画し、年貢に頼らない財政の立て直しを目指しました。しかし田沼ら幕府の要人の間で賄賂が横行しているとされ猛烈な批判を受けました。また1782年から浅間山の大噴火などで知られる天明の飢饉が発生し、百姓一揆や打ち壊しが急増したこともあり、田沼は失脚しました。賄賂や飢饉への対応の遅れから多くの批判を受けた田沼でしたが、彼の政策で江戸の町は豊かになり文化も発展しました。失脚した田沼に代わり老中となった松平定信が飢饉に苦しむ農村の復興と田沼によって緩んだ政治の引き締めを開始しました。農村の復興のために江戸に出稼ぎに出ていた農民たちを農村へ帰らせる機能令を出し農業に専念させたほか、凶作に備えて村ごとに蔵を作り込めを蓄えさせるが小米の制度も定めました。政治の引き締めのために旗本御家人たちの借金を帳消しにし、倹約令を課して武士としての気風を改めさせようとしました。また幕府の儒学を教える学問書では私学以外の儒学を教えることを禁止し、風紀の取り締まりのために出版物の統制もなされました。この一連の改革を寛政の改革と言います。寛政の改革による厳しい政治改革で民衆の不満が高まっただけでなく、倹約や統制借金の帳消しにより産業や文化の発展も停滞し、定信は6年ほどで失脚しました。田沼と比べ厳しい改革を行った定信の政治は、白河の清木に魚の住みかねて、元の濁りの田沼恋しき、という教科で表現されるほどでした。今回の内容はここまでです。最後にまとめをして終了します。財政難が続く中、8代将軍の徳川吉宗が、年貢の増加と倹約を柱とした財政改革を始めました。年貢の増加のために新田開発や揚げ米の制上面法を実施し、吉宗をはじめとした武士たちは質素倹約に努めました。その他目安箱の設置や富士型を定め書きの制定、洋書の輸入制限を緩めるなどの改革を進め、この一連の改革は享保の改革と呼ばれました。この改革により一時的に財政状況は良くなったものの、享保の飢饉により再び財政難に陥り百姓一揆なども各地で起こりました。次に大きな改革を行ったのが10代将軍徳川家春の時代に、老中であった田沼意次で、商業を中心にした財政改革を始めました。株仲間の結成を奨励し営業税を集めたほか、長崎貿易の活発化や蝦夷地開拓計画などを進め江戸の町も栄えました。しかし賄賂の横行などで批判を呼び、天明の飢饉への対応も遅れたことで失脚を余儀なくされます。
田沼に代わり老中となった松平定信は、農村の復興と政治の引き締めを目指し改革を始めました。機能令で都市に出ていた農民を農村に返し、囲い米のせいで米を蓄えさせることで飢饉に備えさせました。また武士たちの借金を帳消しにし、契約令を書くことで武士としての気風を改めさせようとしました。その他儒学では儒学だけが正式な儒学であるとしたり、出版物を統制するなど取り締まりを強めました。こうした定信の一連の改革は寛政の改革と呼ばれ、その厳しさから不満が高まっただけでなく、産業や文化も停滞し、定信は失脚へと追い込まれました。